いいよか。いいや、別人だ。自分という存在をつなぎ止めるのは記憶。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐお方。どうか、どうか今一度その力で。ダメだ、びくともしねえ。こちらへ。行くぞ。力を出し惜しむなよ。頼もしいな。無惨した肉体が滞留している。いや、囚われているのか、この空間に。
こいつを。ケツ、なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。肉体の再生をコントロールしているのか。壊す、あの血液。楽しくなってきやがった。どうする？早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。壊れたブラッドコードをより合わせ、記憶の糸を紡ぐ。復活して侵害とし、継承者の体内に封印して分散保管することを決定した。ジバカげてる。悪魔ならヨーコールにでも突き落とせばいいのよ。アウロラ・バレンティーノ、それはすでに試したのだ。からって前の適合率では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか。見せかけの人生、未練なんてない。どんな苦痛にも耐えてやった。それで少しでもあの子の力になれるね。命をかけて守りたい人がいる限り、私はここを守り続ける。だから
安心して。カレン、ずっとあなたのそばにいるから。こんな形で再会することになるとはね。久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは記憶の中にあったはずよ。クイーンの肉体、その一かけらを人柱となって封印した継承者たち。私はその中の一人。クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になってもクイーンの再生は止まらなかった。だから封印を。そう、不滅の体である心外を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど所詮は窮余の一策。心外を封印してもクイーンの生の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ侵害に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。でも私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？え？あなたには侵害を鎮める強さがある。どうか苦しむ彼らを助けてあげて。この扉が継承者の眠る棺につながってる。まずは扉を探して。今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。他の継承者たちへと続く道と、血類の源流を。やはり血類の源流はここに。扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう。継承者たちはロストに落ちて、その封印が破られれば侵害は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に、
これは。私に機会を与えてくれるのね。無事なのか。ええ、死骸も今は眠るように静まっているわ。私の失われた心を取り戻してくれたのはあなたね。すまなかった。謝らなければいけないのは私の方。あなたたちに全てを託すことになってしまって。ルイ、改めてお願い。扉の奥の人に会ってあげて。ごめんなさい、少し眠るわ。やはりそういうことだったのか。姉さん、どうなってんだよこれ。まさかここにあるのは全部。終わってなかったんだ。クイーンは生きていて、そして俺たちは生かされていた。ここから流れ出る血の恵みでクイーンを封印するため人柱になった姉さんの血の涙で。ルイ、今はそっとしておいてやろう。取り乱してすまない。もう大丈夫だ。これからどうする？
継承者を探す。姉さんのこと、いいのか？今のところ、暴走の兆候はないようだ。血類の枯渇は、今なお続くクイーンの最悪の一端でしかない。それが分かった今、俺は、この最悪を断ち切る方法を探していきたい。それが、俺の果たすべき義務なんだ。俺たちの、だろ。よくも。仲間の誰かが歯を食いしばって前に進もうとしてるときは、黙って支えてやる。そういうもんだろうが。いい。どんなことでも協力するって言ったはずでしょ。お前たち。お前の身に宿るその力、今はそれだけが頼りだ。よろしく頼む。継承者を探そう。クイーンが復活する前に。姉さん、もう少しだけ待っててくれ。それは貴重だな。今後源流の調査を継続的に進めよう。今やるべきは継承者を探し出し暴走を止めること。ハンター、お前はこの手で間違いなく消したはずだ。お前がどうしてここに。侵害を鎮める力、そういうことか。エヴァと同じ、いやそれ以上。こちら側につけ、血を継ぐ者よ。その器、放っておくにはあまりにも惜しい。気ぃつけろ、奴は相当使えるぞ。心臓を守ることだけを考えろ。俺たちが盾になる。いいだろう。ならば。あなたには聞きたいことが山ほどあるの。話してもらうわよ。知ってることは全部。なぜ出てきた？あなたに無茶をさせないためよ。エヴァ。限界か。仕方ない。ここは引くぞ。いずれまた迎えに行く。それまでに覚悟を決めておけ。
侵害のことを知っているのか。いずれにしろハンター。